とと宮内庁の池田次長は今日の会見で遅れていた秋篠宮さまの住まいの改修工事が今年の秋には完成すると明らかにしました秋篠宮さまの住まいなどはおよそ35億円の予算で改修工事を進めていて昨年度内に完成する予定でしたが新型コロナの影響で遅れていました遅れた理由について コロナで工事が2ヶ月ストップしていたことなどを挙げました一方で遅れは2ヶ月にとどまらず完成は秋までかかる見通しとしています改修をめぐっては途中で工事の内容を見直すなど大幅な遅れの見通しが当初から心配されていました